こんにちは、本郷奏太です。私、本郷奏太の好きな食べ物といえばグミとポテチ。昔何かのテレビでグミとポテチが好きですって発言してから、グミしか食べない人だと呼ばれることもしばしば。さて、そんな私ですが、ものすごいことを思いついてしまいました。グミでポテチ作れば最強なのでは。いやー、わかりますよ、何言ってんだとか、美味しくなさそうとかね。はい、わかります、わかります。でも発明というものは、誰もチャレンジしたことがないことを挑戦するから生まれるものです。これは僕にとって非常に革命的な挑戦になるかもしれないのです。まあ、ごたごた話してても仕方ないんで、コンビニにお買い物をしに行っていきたいと思います。さて、買ってまいりました。僕は合理主義者というか、荷物をなるべく少なくしたいんで、買い物に行くときはね、スマホだけを持っていきますね。スマホで決済して、アプリでポイントを貯めています。僕の T カードは遊戯王のやつ、かっこいいでしょ。そして1万ポイントも貯まっています。これ本当に自分のポイントですから。今ね、 T ポイント2倍のキャンペーンやってるんで、たくさん貯まりました。嬉しい。さあ、ということで、ポテチでグミ作っていきましょう。さあ、いろいろ持ってまいりました。まずこの砕くやつ、この砕くやつにポテチをまず入れます。なんかすごくもったいないことをしているような気もしなくもない。食べとくか。うまっ。これでね、まずポテチを粉々にというか、まあ最終的には水とかも加えながらトロトロにしたいですね。いくぜ、スイッチオン。全然ダメだ。もっとぎっしり詰めよう。というか、あれだね、あらかじめある程度割った方がいいっすね。よし、再チャレンジいくぜ。お、あ、いいかもいいかも、来てるかも。ちょっとこの後ゼラチンを入れるんですけど、お湯を入れようかな。あったかい方がゼラチン溶けやすいらしくて、もうちょっとだけお湯を入れます。このまんま入れちゃえ。ちょっと一旦ちょっとでもう一回混ぜてみよう。結構入れていいかもな。どうだ。おお、混ぜんのうまくなった。完全に液体になりました。じゃあここにゼラチンを入れよう。ゼラチンって何なんだろうね。ゼラチンを入れることによってプルプルになるわけでしょ。ゼラチンって何なんだ。ゼラチンイン。気持ちちょっとお湯も足します。いいよ、ゼラチン入れたからもう一回混ぜよう。おおお、いいね。よし、できたぞ。初めてゼラチンをポテチに混ぜた人間なんじゃないか、僕は。では、買ってあったこのすごく可愛いグミの型になってるクマさんに入れよう。スポイトもついてました。これをスポイトで吸い込んで、あ、でも結構いいね。なんか全然シャバシャバですわ。ほら、シャバシャバ。これを吸い込んでグミの型一つ一つに入れていこう。いきます。よいしょ。うわ、楽しい。こういうお菓子作りとか昔はちょっとやってたな、子供の頃。とりあえず今何も入れてないんですよ、調味料とか。本来グミとか作る場合って砂糖を入れたりするらしいんですけど、どうなんだろうね。なんかもうポテチそのものがさ、もう味が完成されてるちょうどいい塩加減じゃないですか。だから一旦ね、この酢ポテチでグミを作っていきましょう。これ入れるのうまくなってきたぞ。働こうかな、グミでポテチ作る屋さんで。これやっぱ残りの半分砂糖入れようかな。こっち半分が酢ポテチで、こっち半分砂糖入りにします。さあ、ここに大胆に投入しよう。砂糖イン、イン。あー、めっちゃこぼしちゃった。うわ、最悪、マジで最悪。掃除機案件だなこれは。さあ、砂糖も入ったから混ぜましょう。匂いは変わらず。じゃあ残り半分砂糖入り入れていきましょう。よし、できた。じゃあこれ一旦ね、冷蔵庫に入れて冷やしていきたいと思います。ちゃんと固まるといいな。じゃあ、はい、30分後。さあ、30分冷やしてまいりました。こんな感じ。どうなんだろうね。ちょっと剥がしてみましょう。いきますよ。おお、いいんじゃない。お、あ、どうだ、どうなんだ。あ、いいんじゃないか。ちょっとシャバい。ちょっとシャバいわ。ちょっとシャバいっす。問題は味。食べてみます。ただの冷やしたマッシュポテトだ。いや、でもね、悪くはない。悪くはないし、なんかもうちょっとなんとかなりそう。ちょっとこのさ、トロトロなのはどうしようもないのかな。それともゼラチンの濃度を上げたらなんとかなるのかな。じゃあ右側の砂糖を入れた方を食べてみましょう。相変わらずシャバいが。
ん？甘い。当たり前なんだけど、ややこっちの方がグミ感はあるな。ちょっとこういう方向性でリトライしてみようかな。砂糖も入れつつゼラチンの割合を増やして、ちょっと次味変えてリトライしてみようかな。ということで、これは食べきります。食べきらないと次が作れないからね。さて、いろいろ整えてまいりました。次、こちらの味を使いたいと思います。バター醤油味。これはさ、甘じょっぱくてグミにしたら多分一番いいと思うんですよ。うんまっ。さあ、先ほどの反省を生かしまして、ポテチは少なめでお湯とかゼラチンの割合を増やしていきたいと思います。もうポテチはこんなもんにして、お湯を結構入れんのよ。で、さあ、めちゃめちゃシャバシャバです。ここにゼラチンを入れます。いくぜ。さっきよりゼラチンの濃度が濃いから固まってくれると思うんですよね。あと長い時間冷蔵庫に入れてみましょう。だいぶさっきより液体っぽい感じですね。あ、お砂糖を入れ忘れた。ちょっと砂糖入れましょう。よしよし、 OK。 じゃあこれでしっかりと1時間以上冷やしていきたいと思います。戻ってまいりました。あのね、めっちゃ良さそう。すごく冷やしたらかなり良さそうです。わかりますかね。すっごくプルプルなんですよこれ。ちょっと剥がしてみます。おおおおおお、これはもうまごうことなきグミだろ。あ、ちょっとパサついてる。ちょっと柔らかいけど、これはグミですわ。多少脆いんだろうね。脆いのはしょうがないんだと思う。食べます。柔らかい、しっとりしている。後からバター醤油の風味が追いかけてくる。悪くないぞ。そしてほら、まあまあいい感じに自立しています。でもグミほどの弾力っていう感じではないかな。なんかふにゅんふにゅんってしっとりしてる感じ。お砂糖入った方も食べてみよう。うん、こっちの方がうまい。こっちの方がうまいな。甘くてバター醤油味のポテンシャルをなんか最大限に引き出してる感じがする。これ目の前にあったら食べちゃうなっていうお菓子です。これがポテチのグミか。しかしまだまだ研究の余地は確かにありそうだね。いろんな味とかはね、試してみたくなりますね。うん。ということで、本日は僕の大好きなポテチで大好きなグミを作ってみました。思いついた時はどうなるかなって思ったんですけど、意外と形になったし、意外と美味しかったです。そして何よりね、なんかこう新しいものを生み出そうとする過程っていうのはやっぱ楽しいですね。非常にワクワクしました。さて、今回お買い物をする時に使ったこちらのね、モバイル T カード、これはスマホの中に T カードが入ってるから、お店でねバーコードを出すだけでいいんですよ。いろんなアプリで登録できて、ポイントがいくつあるっていうのも分かって便利ですね。概要欄にダウンロードリンクだったりキャンペーンページがあるので、ぜひチェックしてみてください。荷物も少なくなるし、便利なものが好きな人にはおすすめです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。